で、ケチャルグミソ、開けていきたいと思います。今日はですね、ターキーイベント開催中ということなので、今回のイベントの野生の限定生物、スーパー七面鳥こと、このターキーの攻略動画をやっていきたいと思います。どんな能力なのか、どんなね、ステータスなのか、で、どういった恐竜やトラップが有効なのかっていうところをですね、まとめていって、攻略動画にしていきたいと思っております。ということで、本日の目的はこちら、1つ目、ターキーの能力について、2つ目、ターキー対策のトラップ、で、最後に、ターキー対策用の恐竜ね、やっていきたいと思います。で、まず一つ目にですね、ターキーね、どんなもんなんだいという形で、まずは敵を知ろうという形で、ターキーの能力であったり、ステータスっていう部分ですね、見ていきたいと思うんだけど、まずね、やっぱ特徴は、まあ、チラッと見た時にね、あれって思うことあると思うんだけど、スーパー七面鳥、レベル250。そうなんです。バチバチのオーバーレベルで出てきます、こいつは。はい。野生レベル上限150っていうのを無視して、洞窟とかで出てくるような、ガッチガチのレベルで出てきます。なので、強いか弱いかで言うと、この生物、めっちゃ強いです。なので、この強さは注意してください。普通にね、しばかれるんで、油断していくとね。なので、こいつは強いので、じゃあその強いステータスどんな感じなんだいというところで、この250にもなったね能力値っていうところで HP を中心に見ていければと思っております。で、だいたいこいつ1万9000とか1万9000、1万5000とかっていう感じになるんだけど、だいたい平均が中央値が1万7000、6000ぐらいで、1万5000から2万ぐらいを前後する感じで、通常の恐竜と一緒でレベルアップでポイントが割り振られて HP とか上がるんだけど、まあそれはね、通常の生物と同じでランダムにポイント割り振られるので、まあそのぐらいの幅があるんだけど、まあ250っていうレベルは変わんないんだけど、 HP 自体はまあ2万から1万5000ぐらいを推移して、まあ、いるのかなというような形です。個体によってちょっと違う感じで、問題はレベルでも HP でもなくて、一番問題なのがあって、やべえね特殊能力あるんですよ。でそれが俺らのテイムしている、まあ、自分のペットの恐竜の通常攻撃 90% カットします。はい。なので例えばブリーディングでめっちゃ強くしたティラノサウルスレックスがいたとするじゃん。でそいつはダメージを1000出せますって言うとするじゃん。でもターキーに対峙した時にダメージは 90% カットされるので、残念ながら100しか食らえません、 10% のっていう感じになるんだよね。なのでマジ強いんだよね。そこら辺がだるいって感じっていうところで、レベル250になって2万から1万5000ぐらいのなかなかでかい HP を持った挙句にですね、実質、10% のダメージしか食らわせれないということは、まあ、要するに HP10 倍と計算してもいいので、まあ20万の HP っていうイメージだったりするんだよね。 10% しか攻撃が通んなかったらね、通常の恐竜と比べるとね。なのでそんな感じで、まあ、要するに1万6000とか1万7000とか8000、9000、2万あたりを 10% の火力で倒さないといけないっていうのがマジでだるいっていうところになるんですよ。そこがね、一番のめんどくさいね、1個目のハードルになります。でさらになんだけど、なるほどこいつ防御力が強いのか、じゃあとりあえずなんか火力で押し切ればいいのかなって思うじゃん。このターキーね、火力もあるんですよ。そこがまあまあうざいんだよね。しかも攻撃にノックバックついてるからさらにうざいんですよっていう感じなので、一回ね適当にまあなんか250ぐらいの、何にしようか、まあなんかアロとかにする、アールアロの230-50ぐらいだっけ、250ぐらいを出してみてどうなるか見てみたいと思います。実際のアロサウルスを出してみてですね、こいつの攻撃力の通り具合とか、あとはですね食らうダメージっていうのをね見ていければと思います。ということで、アロサウルスを、同じ目標攻撃にしてこいつを殴っていきましょう。はい、攻撃してみてくださいっていう感じで、まずね、ターキーの攻撃見ていきたいと思います。だいたい100ぐらいね、95、96、106っていうぐらいなので、だいたい100ぐらいで、メイトはかかんないから、え、なにこいつ、何してるこいつ、ちょっと待って、まだお前、まだお前じゃないっていう感じなんだよね。なので、ちょっと待って、あ、 AD あいつ置いといてっていう感じでみんな気にしない、見てない。とりあえずね、ダメージだいたい100ぐらい出すんだよね。しかもやばいのが2つポイントがあって、ノックバックめっちゃするんだよね。さらに言う、見てほら、ギガノトすらノックバックするでしょ。でさらに言うと、攻撃速度が超速いんだよね。移動速度とか攻撃速度とかスピード系がすごく速いので、まあまあね、やばいんですよ、火力としても。っていうところでちょっとですね難しい、普通にやるのが、普
通に倒すのが難しいっていうのが今回のターキーっていうね、まあ、種族になるんだよね。なのでね、イベントとしてはね、あのこのターキーっていうのはね、アメリカの感謝祭イベントなんだけど、感謝祭ではこの七面鳥のね丸焼きみたいなのをね食べるのが、まあなんていうかな、クラシカルな昔ながらのね伝統みたいな感じなので、まああの人間にね、あのついに反旗を翻したやべえターキーっていうような存在になっております。なのでターキーの能力やべえんすよ。まあ、ざっくりまとめると、レベル250固定で、HP がだいたい1万5000から2万。で、さらに防御の特殊能力でダメージカットを持ってます。90% 攻撃力を、攻撃をカットします。で、さらに言うとですね、攻撃力に関してもノックバックと速い攻撃速度を持っていて、だいたい100前後のダメージを出すので、マジで強いっていう感じなんですよね。で、さらに言うと、ターキー同士は、まあ、メイトベースはないものの、群れとしての連帯意識があるので、1匹2匹3匹いたらそいつらが全員まとめてかかってくるというところになるので、ご注意くださいという感じになってます。で、一応ですね、最後にですね、あのこいつを倒すとどういう美味しいことが待ってるかというと、だいたいですね、3個から5個のこの骨ですね、イベントの素材をドロップしますっていう形なので、まあ、目的としてはね、イベントのスキンであったりアイテムやチビペットガチャを引くためのそのための燃料みたいな感じになりますね。でですね、あの特徴としてはですね、ターキーのこのアイテムというかその骨、この素材に関してはドロップ率あの関係ないんで、どのドロップ率何倍とかにしてもだいたい3個から5個になりますので、この個数は基本的にあのドロップ倍率とかに左右されないので、サーバーでね細かく設定できたりっていうところで、非公式サーバーでいろいろいじっても何も変わらないっていう感じになっておりますので、だいたい3個から5個をあのたくさん頑張って集めましょうねというような感じになっております。っていうのがね、今回ターキーのざっくりとした、ステータスや特殊能力になります。じゃあこいつにどう対抗しようっていうところになってきますので、まあ、まずはねトラップからいってみましょうという形で、次の項目の対策のトラップというところでやっていきたいと思うんですが、こいつねトラップには超弱いんだよね、かなり弱い。なのでトラップはあの特徴さえつかめば簡単にですね作ってその場であのゲットできますっていうところなんですよ。でめっちゃ簡単なので、一応ね1匹用と複数用で作っていきますので、まあ、見ていただければと思います。まず1匹用のトラップなんだけど、まず土台を置きます。で、これが置けないの、土台を置いて、でさらにこの周りを石の柵で囲います。でさらに、1個だけ開けるんですが、1箇所だけ開けたところに壁を置きます。で最後にここに階段もしくはスロープで足場を作ってあげるっていう形になっています。これで OK です。でこのトラップとしては2つ特徴があって、まずターキーは1マストラップで大丈夫です。でもう1個はですね、この柵によって動きを止めるというか封殺することができます。これ飛び越えれません、柵をっていう感じなんだよね。座高が低くて当たり判定がすごく小さいって感じで、もう1個ね、一応注意点としては、もしここをですねドア枠とかに変えてしまうと抜けられますので、お気をつけくださいっていう形になります。これねドア枠だと実はね抜けれるんだよね。こいつめっちゃ当たり判定小さいから、ほらドア枠抜けてきたでしょっていう感じになるので、ドア枠は簡単に抜けますのでご注意くださいという形になっております。なので必ずここは壁にしてくださいねというようなね、ここは注意点になりますね。ここは必ず壁ですね。ドア枠抜けてくるっていうのはめっちゃねびっくりすると思うので、通常の生物だとなかなかね堂々ぐらいしかいなかったりするので、結構ねこれ超えれる生物少ないので、であとはねやっぱりターキーは一度にいっぱいしばきたいっていう人もいると思うので、おすすめとしては1マスよりこれを横に増設した2マスが結構俺としてはおすすめですね。なので同じように柵をこうやって囲んで、で真ん中の柵を破壊して、でこちらの方にも同じように壁を置いて、最後に階段をつけるというような形で、単純に横にもう1個つけるっていうような構造にすると、複数体の銅像を一気に入れたりすることができるので、非常にね便利かなというふうには思いますね。でターキーを引く際は、まあ、できれば飛行生物がいいかな。なぜかというとノックバックがうざいからっていう感じになってますね。なのでこのような形でトラップっていうのはですね1マスでもできるし、で大抵最初2マスのこのフェンスを使ったトラップでかなり簡単にね封殺できるので、これはまあおすすめかなというふうな形になっております。っていう感じでトラップはこんな感じだね。で最後にですね、やっぱり一番大事なところになってくると思うんだけど、ターキーの恐竜ですね、どの恐竜で対策した方がいいのかっていうところをやっていきたいと思います。で攻撃力 90% カットっていうのあったと思うんだけど、あれね実は抜け穴というか、まあなんていうかね、
カットしない攻撃があって、それは何かというと、まず実はサバイバーの攻撃カットしません。なので普通にサバイバーのポンショとかで攻撃のダメージっていうのを与えられます。まあポンショなんでコスパが高いので序盤はちょっと厳しいんだけど、普通にですねそこら辺の、堂々とかに与える同じダメージをこのように与えることができます。でもう一個ポイントとしてはヘッドショット判定があるので、めちゃくちゃヘッドショットでダメージが出ます。 96× 前段ヘッドショットとかだったらかなりのダメージになるので、これでね至高のポンショとかあると結構イージーに倒せるんですが、序盤中盤だと火薬の在庫がちょっと心もとなかったりもったいないなっていうのがあると思うので、まあ一応ね参考までにサバイバーの武器であればダメージカットが適用されないっていうのはおすすめですね。でもう一個あるんだけど、俺のおすすめ のそういった使い方に関してはこいつですね、カマキリ。カマキリにこうやって剣を持たせる、剣をね普通にインベントリに装備できるんだけど、この形だと一応ねなんかねカマキリの攻撃じゃなくてプレイヤーの攻撃という形になるので、剣装備させてサドルで乗って普通にボコボコンすればダメージは出ますというような形になってます。なのでね意外にねカマキリはコスパが良かったりするんだよねっていう感じで、まあもちろんね終盤以降だといろんなね選択肢が出てくるので、まあ、かなりね余裕かと思うんだけど、まあこんな感じで256って通るんだけど、まあなのでカマキリが多分序盤中盤とかちょっとねいろいろねコストが重いなっていう風に思ったりする際は気をつけた方がいいかなって感じ。まあこんな感じで自分でやるときもね一応ねダメージ貫通はするんだけど、 HP が少ないからサドルつけてでも78とか食らって一生ノックバックするので、まあなかなかね250対決ですけど、まあ、ターキーの方が強いかなって感じですね。カマキリは HP 少ないから、なのでまあトラップに入れてやるのはいいんだけど、まあ1対1はおすすめできない、はいっていう感じですね。でまあ、これがねおそらくね結構序盤中盤であんまりいろんなものが用意できない人用はこんな感じになるかなっていうところですね。あ殺されてしまった、途中で剣もぶっ壊れちゃったねっていう感じになりますね。であとは恐竜の攻撃の中でもさっきの、まあ、ポンショとかカマキリの攻撃みたいにダメージ貫通するものがあって、ターキーに対してそれは何かというとですね、まずワイバーンとかあとはマナガルムとかベロナサウルスもそうなんだけど、ブレス系ですね、ブレス系が結構ですね役に立ちます。まあ一番おすすめなのは、まあ、ライトニングかな。ライトニングの、まあ、ブレスがすごく強いので、俺的にはライトニングワイバーンでやっていただくと結構いい感じなんじゃないかなというふうに思いますね。普通にこれで貫通でダメージバーって通るので、まあ、このような形で88って感じで通るので、まあ、このブレスとかが一番ですねダメージは通りやすいかなというふうに思いますね。まあ、あとは全然ブリコ隊のマナガルムとか、まあ、ベロナとかはコスパよくねブリーディングできるから、まあ、ベロナを大量に置いて上からブワーって打ち下ろすとかでも全然いいし、まあ、そんな感じでなんていうかな飛び道具系の恐竜の攻撃っていうのは基本的にはダメージカットに入らないみたいなので、まあ、ブレス系っていうのはね結構有効ですね。で次になんだけど、普通に通常攻撃がダメージ貫通するものがあって、一応この4体がですね通常攻撃がそのまま攻撃力が貫通されるって形になるんだけど、カルカロドントサウルス、ギガノトサウルス、ロックエレメンタルでメックですね。この4体の通常攻撃、メックは剣、まあロックエレはぶん殴るね、でカルカロドンとギガは噛みつくなんだけど、この4体に関しては攻撃が通るという形なので、この4体をね俺はねまあ一応一番おすすめできるかなっていう感じになってますね。ここら辺がぶっちゃけ一番ね効率はいいかなっていうところ、まあ、ただその中でもギガノトとカルカルドントサウルスが俺はまあいいかなという形になってますね。一番ね俺がやってたのはブリーディングしたギガノトでクレーポットに入れていろんなところをね走り回ってしばいてたっていうのが一番多いですかね。まあ堂々のスポーンエリアにスポーンするので、堂々がいるとこに行ってまあジェノサイドをしまくると、キルしまくるっていうのがね俺的にはおすすめになってくるかなというふうに思いますね。なので一応ねこの4体はね覚えておいた方がいいかな。メック、ロックエレ、ギガノとでカルカロっていうところですね。でまあメックに関しては普通のこの剣とかが貫通するらしいので、まあここの剣とかが結構強いかなというふうな形になってますね。ただ問題はですねやっぱりですねエレメント使ったりするのでですね、作ったりするのにもね、なのでそこら辺がちょっとね重くなってくるなという感じなので、まあ、やっぱりこの4種類に関しては、まあ、どうやっても、まあ、後半になってくる可能性が非常に高いかなっていう感じなので、まあ、序盤から中盤でそこまで文明が発達してない人はさっきみたいな感じで、まあ、カマキリに剣装備させるのが一番ねコスパいいかなみたいな。
で中盤から終盤にかけては Y 版系かなみたいな、ライトニングとかマナガルムで、終盤になってくるとギガノドとかカルカルのブリーディング個体が一番かなみたいな。でまあ余裕があれば強いメックとかあればメックでも全然いいけどみたいな、そんな感じになっております。なのでね、まあここら辺のね4種類が最終的にはねキーになってきて、俺的にはカルカルかギガノドあたりが、まあ、最もねあの終盤ではコスパよく使えるんじゃないかな、使い勝手いいんじゃないかなというふうに思います。で一応ね最後にねプラスアルファの対策としては、まあ、そこまでまあおすすめできるかは分かんないんだけど、出血系も一応ダメージとしては食らうので、まあいいけど、まあこんな感じだからまあまあ時間はかかるよっていう感じになるので、まあ、 そこまでね出血系は期待は期待値はそんな大きくないけど、一応こんな感じで出血させつつポンショで打つとかだったらまあ別にいいのかなみたいな、そんなぐらいかな。一応出血ね一応通るけどねって感じ、まあそんなレベルになっております。なのでおすすめはそんな感じかな、さっき言ったような感じで、まあカマキリブレス系でギガ系かなっていうところになっておりますという感じで、本日はですねこのターキーをねいかにね討伐するかっていうところに焦点を当てて、まあこいつらの能力であったりトラップであったりおすすめの恐竜っていうのを紹介してまいりました。まあ俺的にはギガとカルカルがね一番いいかなと思ってるんだけど、まあぜひみんなのね、まあ、おすすめの、まあ、恐竜とかアイテムとかこういう風に俺は討伐してるよとか、まあ、ここら辺でやるとターキー出やすいよってなったらねぜひねコメントいただければ幸いです。まあ、一応ね俺はね、まあ、よく言ってるんだけど、クリスタルアイルズのトロピカルワイバンがいるあの砂浜が結構ね開けててかつドードがたくさんいるので、ドードと同じスポーンブロックで出るので枠で出るので、まあ、ドードがいるところにターキーいるって感じなんだけど、まあ、そんな感じでやるのがいいんじゃないかなっていう風に思ってますね。でこんな感じですね、アークの解説動画とかあとはですねアップデートのニュースとかやってたりするんですが、この他にですねアークで非公式サーバーを借りて参加型でやったりとか、あとは同じく力を入れてるのがマインクラフトで参加型で自分でこれまた同じくサーバーを借りてやってたりしてるんだよね。でまあ内輪で結構楽しくやってて、でまあなんかやばいモッド入れてすごい縛りプレイして結構ね鬼畜な状態でみんなとね頑張って攻略したりとか、そういったのをいろいろやってるので、ぜひねそっちの動画もね見ていただければ嬉しいです。で企画名が一応ですねアークはライフアーク、マインクラフトはライフクラフトっていう形でやってますので、動画詳細欄にね再生リスト置いてますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。